ローズハウスは1990年に開設された。創業の人気バラ画家、高藤明がその道を開いたのは、バラや、イングリッシュティー、アフタヌーンティー、陶磁器、ローズアートへの情熱。今では、台湾最大のイングリッシュティーチェーンシステムを誇る。2001年に、ロンドンで、死者。2002年から上海、北京、広州などで、相次いで、フラッグショップ。2006年に、 韓国ソウル2007年にニューヨークのクイーンズクでフラッグショップ1号店を開店2009年から日本やオーストラリアへ市場展開を進めている創業の木が描いたバラサイ画が国際ビザカードや日本 JCB カードの表紙になった歌人アーティストにおけるかつて例を見ない栄誉であると考えられている2004年に木がイギリス人気デザイナー ジョセフ・アバレーのスクリプトを再描が、イギリス百年陶磁器老にせ、エーンズレーに承認を与え、ビクトリアス・スピリッツを再現させ、バラシリーズの陶磁器を世界で発行。木の陶磁器作品が今では、世界80カ国以上に及ぶ収蔵されている。クリエーションも、国際オークションで良好な国際的名声を博した。芸術創作でバラならではの芸術の夢を編み続ける。木は、 イギリス文化と芸術を結びつけ、広く展開させた。ローズハウスは台湾最大級のアフタヌーンティーチェーンであり、芸術性に卓越した最も代表的な文化産業と考えられている。台湾においては2013年に、卓英国領事館文化園区、2016年に台中市役所など戸籍をリノベーションした空間への出展にも積極的である。 ありがとうございます。